ボスニア教会は中世ボスニアに存在したキリスト教の一派である。ローマカトリック教会や東方正教会のいずれからも独立しており、同時に異端視されていた。多くの歴史家がボゴミル派と関連づけてきたが、この見解は現在ではほとんどの学者に否定されている。ボスニア教会は多少であり、信者たちはクルステアニもしくはドブリボシュニャニ人の意と自称した。しかし信者などによる内部資料が乏しく、外部の記録に頼らざるを得ないため、教会の組織や信仰についてはあまりわかっていない。ボスニアやヘルツェゴビナ、クロアチア、セルビア、モンテネグロにあたる地域で中世に建てられたステチュツと呼ばれる墓碑は、ボスニア教会によるものとされている。9世紀、ローマとコンスタンティノープルの教会が、それぞれバルカン半島の南スラブ人に対する布教活動を展開し、両教会の管轄権の境界線が生まれた。東西教会の分裂により、中央クロアチアとダルマジアはローマカトリック教会に、セルビアは正教会に属することになった。間に挟まれたボスニアの山岳地帯は、名目上はローマの傘下とされたが、教会組織の弱さと交通の難しさにより、ほとんど影響が及ばなかった。結果として中世ボスニアは、どちらの信仰にも属さない地となり、独立したいささか異端的な教会が形成され、数奇な教会史をたどることになった。地域的に見ると、東西キリスト教会は、現在のボスニア・ヘルツェゴビナにあたる領域の中で、それぞれ別個の地域で地位を確立している。ボスニア西部、北部、中部では、カトリック教会が多数派を占め、ザクルミアの大部分と東部国境付近では正教会が多数派を占めていた。この勢力図が変化するのが13世紀半ばで、ボスニア教会がカトリックの勢力範囲を侵食し始めたのである。名目上、ボスニアは中世世紀までカトリックの管轄下にあった。しかし、ボスニア司教はボスニアの聖職者の中からボスニア人によって選出され、聖職受任のためにラグサ大司教のもとに赴く以外は、ボスニアで独自に活動していた。ボスニア人は、教皇庁がラテン語を典型言語に定めているのも無視して、教会スラブ語を使い続けた。1199年、ドユクラの支配者、ブカンネ・マニッチが、教皇インノケンテウス3世に向けて、ボスニアの異端化を報告した。ボスニアの番であるクリンが妻や妹ら親族、それに1万人のボスニア人と共に異端に転向したというのであった。ラグサ大司教とボスニアの管轄権をめぐって争っていたスパラト大司教はブガンを支持し、ラグサ大司教が属司教区であるボスニアを放置していたと批判した。また彼の支持者だったハンガリー王イムレもボスニアへの領土拡大の気を伺っていた。さらに1202年にも、クリンは異端をかくまっているとして非難された。これに対して、クリンは1203年4月6日に、教会会議を開催させ、ビリのポリエを放棄する代わりに、ボスニアをラグサ大司教の管轄下に留めることに成功し、ハンガリー王の介入を断った。12世紀から13世紀にかけて、ローマカトリック教会は、ボスニアを支配しようと試み続けたが、その実現は困難だった。バン統治下のボスニアは、ラグサ共和国と極めて緊密な貿易関係を築いており、名目的ながら、ラグサ大司教の管轄権は揺るがなかった。上記の通り、ハンガリー王国がボスニアを支配しようとしたが、クリンにかわされたため、彼に対する十字軍を起こそうとして、インノケンテウス3世に、ボヘミアが異端の中心地になっていると訴えた。カタリ派、もしくはボゴミル派やパタリーニ派の難民がそこに流れ込んでいるというのがハンガリーの主張だった。これに対しクリンは1203年4月8日に民会を開き、教皇施設の前で改めてローマ教会への忠誠を誓い、過ちを捨ててカトリックの教義に従うことを宣言した。しかし、これは見せかけのもので、ボスニアの独自性は保たれた。1216年にクリンが死去すると、ボスニアを確実にローマ教会に改宗させるべく宣教師が派遣されたが、失敗した。1225年5月15日、教皇ホノリウス3世はハンガリーに対し、ボスニア十字軍を実施するよう勧めた。これを受けて、ハンガリー王国は、ボスニアに出兵したが、以前と同様に失敗し、さらに東方から侵攻してきたモンゴル帝国に対処するため撤退した。1234年、教皇グレゴリウス9世は、異端の存在を認めていたとして、ボスニア司教座を廃止した。さらに、グレゴリウス9世は、ハンガリー王に、再度のボスニア十字軍実施を命じた。しかしこの時も、ボスニア貴族たちは、ハンガリー軍を撃退した。1252年、教皇インノケンティウス4世は、ボスニアの聖職者を、ハンガリーのカロチャ大司教の管轄下に置くことを決めた。これによりボスニア人は、決定を受け入れ、ハンガリーに服属する者と、ローマとの関係を完全に断った者に分裂した。ここに、完全に独立自治を行うボスニア教会が成立した。後の多くの学者がボゴミル派やカタリ派の影響を論じてきたが、近年ではノエル・マルコムやジョン・ファインらが、ボスニア教会にはそれら異端教会との関係の痕跡が一切見られないと主張している。1291年、教皇ニコラウス4世が、教皇勅書、プラエ・クンクティスを発し、ボスニアでフランシスコ会による異端審問が展開されることになった。13世紀には異端のボゴミル派がブルガリアやビザンツ帝国で根絶された。しかしボスニア・ヘルツェゴビナでは1463年にオスマン帝国に征服されるまでボゴミル派が生き残っていた。中世後期、ボスニア教会はカトリック教会と共存していた。ただ、両者の信者もしくは支持者の人数や勢力規模を正確に記録した文献はない。ボスニアの支配者たちはクリステアにすなわちボゴミル教会に明確に属した者もいれば、政治的理由でカトリック教会に属した者もいた。例えばスチェパン・コトロマニッチはボスニアをローマ教会と和解させると言いながら、国内ではボスニア教会を保証していた。フランシスコ会が活動を始めた後も、ボスニア教会は生き残ったが、次第に弱体化していき、オスマン帝国のボスニア征服によって消滅した。外部の人々は、マニ教やパウロ派の影響を受けた二元論グノーシス主義のボゴミル派が、ボスニア教会と関係していると言って糾弾した。ボゴミル派はブルガリアを中心に展開し、カタリ派の先駆者ともなった異端であった。15世紀後半に、ボスニアで行われた異端審問では二元論派の存在が確認され、ボスニアの異端と呼んでいるが、歴史家の中にはこれはボスニア教会とは別物であると考えている者もいる。歴史家、フラニョラツキは1869年にラテン語文献をもとにこの主張を行っている。一方で、クロアチアの歴史学者ドラグティン・クニエウアルドは1949年にかつてのラテン教会の文献がボスニア教会を異端と表現していたことを示した。オスマン帝国がボスニアを征服した時、カトリックからも正教会からも迫害されていたボスニア教会の信者たちはイスラームに改宗する道を選び、現代のボシュニャク人を形成したと考えられている。バシチは、ボスニア教会は二元論的で、カトリックや正教会の分派とは考えられないと、している。マウロ・オルビーニは、パタリーニ派とマニ派の二つがボスニアにおける主な、キリスト教信仰となっていたとしている。マニ派は司教を、ダイエド、司祭を、ストローイネスイと呼んだが、ボスニア教会の指導者たちも、同じ名称で呼ばれていた。1463年のオスマン帝国侵攻時点で、すでに、ボスニア教会はほとんど消滅していたと考える、歴史家もいる。衰退と消滅の時期については様々な説があり、議論が続いている。ボスニア教会の中心地はビゾコに近いモシュトレであった。この地ではクルステヤニの家が発見されている。ボスニア教会の28人の司教の名が記されたバタロのゴスペルボスニア教会は正教会と同様に典礼にスラブ語を用いた。教会の長はダイエドと呼ばれる司教で、ストローイネスイと呼ばれる12人制の評議会が存在した。層はクラヤニやクラスコニーと呼ばれた。その中の一部はヘイスと呼ばれる小さな僧院に住み、それ以外は放浪生活を送り、ボスティと呼ばれた。カトリックや正教徒の神学上の相違を突き止めるのは難しいが、儀式の形態はいずれとも異なっていた。教会は各地に散らばる僧院に住む僧によって構成され、土地に属した組織を持たず、世俗には葬式においてのみ関与した。また国政に関与することもあまりなかった。ただ例外的に、自らもボスニア教会の信者だったボスニア王、スチェパン・オーストヤは、1403年から1405年まで、ボスニア教会司教を顧問として宮廷に置き、教会の長老を仲裁者や交渉人として活用した。フバル文書のミニアチュール1404年に、ボスニアキリル文字で記されたフバル文書は、カトリックの教義にそぐわない十大告知、キリストの卓啓、昇天の遺恨が掲載された、最も有名なボスニア教会の資料である。重要なボスニア教会の文書はすべて、グラゴル時代の教会の本を基礎としている。中世ボスニアのキリスト教は長きにわたり、歴史家の興味を引きつける問題であったが、専門的な論文が出始めたのは19世紀後半である。1870年、クロアチアの歴史家、フラニョラツキが、ボゴミル派とパタリーニ派を出版し、ボスニア教会が本質的に、グノーシス主義やマニ教的な傾向を有していたと主張した。後の歴史家の多くもラツキの説を支持し、これを拡張する方向で研究が進んだ。しかし一方で、ボスニア教会の文書が全く正統教義にかなっていることを強調し、同時にボスニア教会が1054年の東西、教会分裂以前のキリスト教の特徴を多く、残した孤立的な教会であったと主張する学者もいた。アメリカのバルカン史学者、ジョン・ファインは、ボスニア教会と二元論の関係を完全に否定した。彼は自説を、ボスニア教会の新解釈としているが、その内容は、ヤロスラブ・シダクラの説に近いものであった。彼は、ボスニア教会の近くに、別の異端が存在し、ボスニア教会自体はローマ教皇の影響を受けていたと主張した。ありがとうございます。